RNA アーゼ A の構造リボヌクレアーゼ A は、一本、鎖リ RNA を切断する、エンドヌクレアーゼの一つである。RNA アーゼ A とも言う。子牛の水蔵の RNA アーゼ A は、古典的なタンパク質化学のモデル系として用いられた。子牛の水蔵由来の RNA アーゼ A は、アメリカ合衆国の、食肉会社アーマーカンパニーが、キログラム単位で生成し、 興味のある科学者に 10mg ずつ無料で提供したことから広く使われるようになった。この入手の利便性によって RNA アーゼはタンパク質研究のモデルとなった。RNA アーゼは研究の素材として急行、円変更二色性、線行分散、ラマン分光法、電子スピン共鳴、核磁気共鳴分光法など様々な分光学的、分析手法を生み出した。 また限定分解、即差の科学就職、抗原認識などいくつかの科学的構造、分析法の発展にも貢献した。1967年には、タンパク質として3番目に構造が解かれている。RNA、r n a ーゼ a の酸化的フォールディングの研究から、クリスチャン・アンフィンセンは、タンパク質のフォールディングに関して、熱通り気学仮説を立て、タンパク質のフォールドは自由エネルギーが、 最小になるように決まるとした。さらに、r n a アーゼ a は、マルチプルアライメントによる解析が初めて行われた、タンパク質、進化的な特徴が比較された初めてのタンパク質でも、ある。r n a アーゼ a は124残期、1 3 7、K、だ以下と比較的小さいタンパク質である。二層のアルファベータからなり、タコスのように二つに折りたたまれて、中央の溝が、 RNA 結合部位になる。N 末端側の1番目の層は3つのアルファヘリックスからなり、C 末端側の2番目の層は2つの β ート中に2つの β ヘアピンが配置した構造からなっている。RNARZA はサイズ26サイズ84、サイズ58から110、サイズ40から95、サイズ65から72という4つのジスルフィド結合を持つ。 最初の二つはフォールディングに必須で、それぞれが第一層のアルファヘリックスと第二層のベータシートを結合して素水中心を作っている。あとの二つはフォールディングには必須ではなく、どちらかを変いても構造は変わらない。これらはループをつなげて溶媒に露出させる。興味深いことに、最後のジスルフィード結合は、ループのエントロピーに比べて結合を非常に形成しやすい。 これはこの部分の β ヘアピンの形成しやすさを反映していると考えられる。RNA アーゼ A は糖電点が約8.63の塩基性のタンパク質であり、多数の非電化が RNA との結合に関与する。さらに一般的に言うと、RNA アーゼは非常に極性が大きく、素水性元が少ない。このため、構造の安定化のために4つものジスルフィード結合が必要となる。 r n a ーゼ a の非電化は主に溝の周りに分布している。RNA 分子が溝の位置に来ると2つのヒスチジンヒズ12とヒズ119によって切断される。中間体は近辺にある3つのリシンリス7、リス41、リス66によって安定化される。r n a ーゼ a やそのオリゴマー、ホモログは特にガん細胞に対しての細胞毒性。 細胞増殖抑制の作用を持っている。この効果を使って、RNA アーゼのホモログであるオンコナーゼから、リボヌクレアーゼ薬剤が作られ、特に皮膚がんの外用薬として用いられている。RNA アーゼは、血管の発達に関与するアンギオジェニンとも関わっている。ワイコフ HW、ハードマン KD、アリウェルナノメートル、イナガミ T、ジョンソン LN、 リチャーズ FM ザストラクチャーをブライボーのクリーイス S アット 3.5A レゾリューション J バイルケン1967セプテンバー1242 3984から8プミド3万6 3 7 5 5 6ありがとうございます